1981年末から2010年末までの米国債上限。年によってどの大統領やどの党が控えた衆議院を示す米国債上限、または米国債シーリングはアメリカ政府法律によって米国債を発行する上限金額である。アメリカでは米国債上限は法律によって制定されている。上限に関する法律は 第一次世界大戦の1917年に定められた。同年第一次世界大戦に答え、アメリカ政府が戦時国債を発行する際に、議会は市民の経済安全保障を守るために、連邦政府の債務の上限をリバディボンド法で定めた。米国政府は財政赤字を支えるために、年々米国債を発行して、借り入れをする必要がある。ただし、 債務上限に通るした場合以降議会が債務上限の引き上げに応じなければ借り入れできなくなる。債務上限を引き上げる場合、リバティボンド法に基づき議会に財政政策に対する監督権と情報公開、財政ルールの評価を進める機会を与え、議会の同意を取る必要がある。でも必要があるとき、大統領は 憲法修正第14条に基づいて自分で債務上限が上昇できる。債務上限を引き上げられなければ国防や社会保障における支出を中止させられ急激に増税を取らされ米国はディフォルトになり米国自身ではなく世界経済全体にわたる金融危機の恐れがある。ありがとうございます。